決勝は宿命の対決、今村富夫と香川雅夫の対決になりました。いやー、これは本当に楽しみな対決ですね。そうですね、本当に宿命の対決ですね。赤の帯が今村富夫、こちらです。174センチ75キロ。そして一方、去年決勝戦でこの今村に敗れて涙を飲みました香川雅夫、白の帯です。167センチ72キロ。本当に香川は1年間相当悔しい思いをしたでしょうからね。そうですね。その辺お兄さんからご覧になってどうでした？そうですね、もうかなり自分の調整を完璧にしたような感じですね。非常に調子が良さそうで、まあ、いい試合が見れるんじゃないですか。決勝戦は5分3本勝負です。先に2本取った方が勝ちです。決勝戦は2本取らなければいけません。5分3本勝負、試合が始まっています。さあ、これはどういう両選手作戦に出ますでしょうかね。どう、そうですね、もう香川は今まで通りのペースでね、前に進めていって相手出てくるところを先に攻撃すると。今村はもうマッチですけど、ちょっと今村は下がってますからね。そうですね、その点がね、ちょっとどういう気遅れするような感じがあるので、どうかです。ちょっと面白いですね。ちょっとやはりこの香川の気に今村が立ち上がりを押されているという感じでしょうか。はい、香川はいつも勝負が遅いんで前に出ていこうということを言ってました。さあ、足前に手、これ上段突き、上段突き決まりました。香川の上段突き、まずは技あり。今村がしばらく続けるところ、上段突きましたね。これはうまい上段突きでしたね。まずは香川が技あり一つを取りました。決勝は2本取らなければ勝ちになりません。まずは香川が先行、リードされました今村。1本目技ありを取っています。リラックスしてますね。はい、動きもいいですね。軽やかな動きをしています香川。今村はちょっと先行されましたんでね、ちょっと体に力入ってみたいですね。はい、なんか動きがちょっとぎこちないという感じですね。まずは香川が上段突きで技あり一つを取っています。もう今村の前に入ってるんですけどね、今村がこの辺の間合いはどうですか。今村がもう、はい、これはまた行った上段、ね、上段突き、突きの応酬になりましたが、香川の上段突きが決まりました。技あり、自身も技ありを取ります。これで香川が上段突き2つでまずは1本を取りました。あ、今の場面です。この攻撃はどうですか、内藤さん。香川はよく見てますね。抑えてついてますね。香川が上段突き2本でまずは1本を取りました。さあ、あと1本取りますと香川の優勝ということになります。今村が焦ってますね。はい、はい、今村としてはもう挽回しなければいけないですんでね、大詰めを迎えています。4年ぶり2度目の優勝を目指します香川。これはどうか、また行きました。上段突き決まりました。1本、香川が1本を取りました。今村を破りました。これで香川2本を取りました。4年ぶり2度目の優勝です香川。最後の1本、きれいに上段突きが決まりました。ちょっとこちらから見にくかったんですけど、はい、主審の方から左の上段突きが完全に入ってましたね。はい、正面に。